ください。大丈夫、倉橋君、キョトンとしてるから大丈夫ですか。それでは最初のステージイベント、皆さんにご覧いただきましょう。イーグルスの美味しいグルメを紹介、うまうまイーグルス、お手伝いしてくれるのは倉橋君。そしてエンジェルスから遥香さん、くるみさん、よろしく。前に来よう。さあ、ということで今日もね、クラッチ君は給食のおばちゃんみたいな感じですけれども、今日もね、ご飯も美味しい、ご飯をいつもありがとうございます。そしてエンジェルスからは遥香さん、くるみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はスタジアムグルメを、はい、担当してるショップの方が来てくださるんですけども、はい、今日は何だってお二人が来てくれたのさ。いや、もうね、どういうこと？実はエンジェルスがプロデュースしているグルメがありまして、はい、こちらを今回ご紹介させていただこうかなと思います、はい、今日持ってきていただいたのはエンジェルスプロデュースグルメのお弁当、エンジェルスボックス。倉橋くん、多分お客さんには見えてないね、この角度で。そうだね、傾けるとね、ちょっと傾けると危ないかもしれない。こぼれ落ちるんですよね。見えますか？はい、美味しそうなお弁当が入っておりますけれども、はい、このお弁当の特徴はどこでございましょう。はい、じゃあ私からいいですか。はい、はい、どうぞ。今倉橋くんが持ってくれてるんですけど、チキンライスが入ってます。チキンライス、はい、その上にオムレツが、結構大きめのオムレツが乗っていて、ね、オムライスにして食べることができるんですけど、はい、ケチャップは自分でこうやっていただくので、はい、お絵かきしていただいて、倉橋くんとか、ハートのマークとか、推しの名前とか書いていただいて楽しんでいただければと思います。はい、美味しそうです。はい、そしてお子様にも楽しんでいただけるおかずがたくさん詰まっています。例えば、はい、例えばエビフライだったり、うん、本当だ、唐揚げ、ハンバーグなどたくさん入っています。これハンバーグの上にチーズ乗ってるんですけども、はい、ハートのマークなんですな。そうなんですよ、かわいいですね。このおかずとかはエンジェルスのメンバーみんなで相談して決めたのかな。はい、そうですね。じゃあこのハートのチーズもエンジェルスアイデアですね。そうです。かわいらしいございます。さらにさらに、さっきからね、はい、ちょっとくるみさんがね、はい、アピールすごいんですよ、この。そうなんですよ、写真。はい、これ何？そうなんです、なんとエンジェルスボックスには、はい、ランダムでエンジェルスのブロマイドがついてきます。写真付きだって。はるかとくるみのブロマイドが出るまでエンジェルスボックスを食べてください。はい、お願いします。あざとい。ね、誰が出るかわからないんだもんね。そうなんです、はい、ランダムなので、はい、ぜひ私たちが出るまで、はい、お願いします。たくさん食べていただきたいと思います。あ、お持ちの方もいます。ありがとうございます。どれどれ、あ、本当だ、いっぱい持ってますね。すごい、食べたことある人いますか？エンジェルスボックス食べたよって、いっぱいいる。いっぱいいる。美味しかったですか？美味しかった。美味しいですか？はい、よかったです。ありがとうございます。そんな美味しいお弁当をせっかく持ってきていただいてるので、はい、試食タイム。じゃあ試食するのはエンジェルさん、もちろん自分たちで作ったから食べてるわけで、まあ、はい、食べてます。じゃあおじさん食べていいですか？どうぞ。柳さん、ぜひ。おじさん、あれがブーイングだ。ブーイングだ。あれ？ブーイングだ。ありがとうございます。そんな昨今のプロ野球ではあまり起きなくなったブーイングがこのステージで起きるんだよ、クラッチ君。いただきます。はい、お願いします。何おすすめですか？何食べてもらえますか？ね、ハートのハンバーグいただきましょうか。はい、これ皆さんにお見せできるかな。見えますか？見えるかな、落っことさないように。見えますか、ハートの。皆さん見えますか？チーズの。おーって完成。ありがとう。いただきます。いただきます。はい、一口でいっちゃいますね。はい、おおいしい。おお、よかった。ハンバーグとチーズ合いますね。合いますよね。おいしい、これおすすめでございます。ちょっと食べながらでごめんなさいね。他にも唐揚げ、エビフライ、あとやっぱさっきお話しあった特徴のオムレツね。はい、結構大きいですよね。ものすごく大きいです。はい、はい、これどれぐらい大きいかっていうと、モテる？モテる？クラチくん。ちょっと壊しそう。ちょっとオムレツの形が今。大丈夫かな？大丈夫か。モテるか。あ、これぐらい大きいです。これぐらい大きいです。はい。
これがドーンと乗っておりますので、はい、オムライスにして食べることも OK ということでございますね。はい、はい、こちらのエンジェルスボックス大変美味しいし、エンジェルスの写真もついておりまして、バックネット裏2階のお米ギャラリーさんで販売中、あちらの2階コンコースですね、お米ギャラリーさんで販売中でございますので、はい、ぜひじゃあちょっとはるかさん、くるみさん、はい、今回前に来て、はい、このお弁当買ってね PR をお願いしますよ。ちょっと2人で打ち合わせさせていただきました。さあぜひ買っていただきたいと思います。写真付きでございますのでね、エンジェルスのどのメンバーの写真が出るかは買ってからのお楽しみ、写真を見ながら美味しくお弁当を食べていただきたいと思います。アピール決まった？はい、大丈夫です。 OK、 じゃあよろしくお願いします。はいはいはい、じゃあいきます。私たちのブロマイドが出るまでぜひ買ってください。ハートということで、うまうまイングラス、この時間はクラッチ君、はい、エンジェルスからはるかさん、くるみさん来ていただきました。ありがとう、ありがとうございました。ぜひ買ってください。結構ボリュームもあるので、はい、メンズが食べても満足できると思います。おかずもしっかりしておりますしね、はい、あとはブロッコリーなんかのお野菜も入っておりますので、栄養バランスもグッド、写真付きです。エンジェルスファンにはたまらないお弁当となっておりますね。